自動車排出ガス規制とは、自動車の内燃機関から排出されるガスに含まれる、有害物質の量の規制の総称である。自動車排ガス規制、自動車排気ガス規制とも呼ばれる。国や自治体、中央政府や、各州の政府ごとに規制値が定められており、例えば一酸化炭素窒素酸化物、炭化水素類黒煙など、大気汚染や健康被害をもたらす物質の上限を、 定めている。アメリカ合衆国において1963年に大気浄化法、1970年にマスキー法が成立したことで、世界各国でも本格的な排出ガス規制が行われるようになっていった。ガソリンを燃焼させる、内燃期間を備えた自動車は、20世紀初頭に、米国や欧州で急速に普及が進んだが、自動車の排気ガスによって、 大気の汚染が進み始めた。米国での自動車販売台数は1951年時点で627万台、1955年には800万台を超えていた。この後も米国内の自動車販売台数は上下しつつも総じて右肩上がりで1986年時点の1600万台まで増加していく。こうして、 米国ではそれまでに累積的に販売された自動車によって走行する自動車の台数が増えた分都市部などを中心として大気汚染も進み一部では健康被害も出始めていたさらに米国では1950年代あたりから排気量を増やしトルクを高めた車も一部の人に愛好されるようになりそうした自動車は 有害物質を大量に含んだ排ガスを排出しつつ、走行し大気汚染に悪影響を及ぼした。米国では1950年代あたりから、各州や連邦政府レベルで、排ガスによる大気汚染についての研究が、徐々に進んだ。当時は排ガス規制といっても、地方の特定の町でわずかな規制があっただけであったが、調査によって、大気汚染というのは一つの町や、 特定の州の中だけで起きるわけではなく境界線を越えてしまうものであるということが指摘されるようになった。調査研究によってこうした指摘がされていたにもかかわらず自動車製造各社は排気ガス中の有害物質を減らすことには全く無関心、不熱心でおまけに逆に1960年代の米国では各自動車メーカーは 売上台数を伸ばそうと前述のマッスルカーの広廃機量化に注力したり、そうした新車のラインナップを広げることに注力し、自動車に熱中する購入者たちも、自動車の排ガスがもたらす結果についてよく考えずにそうした、車を選んで購入して乗り回すばかりで、大気汚染や人々の健康被害は、さらに深刻化していた。年に、連邦法として、 大気浄化法が成立。さらに、米国上院議員のエドマンド・マスキーが、環境保護のために、さらに厳格な排ガス規制を実現しようと、大気浄化法の改正案を提出し、1970年に成立した。これにより、自動車製造会社はようやく自社の製品が、環境や人々の健康に及ぼしている害悪について、無視したり、 気づいていないふりをし続けることは無理だと気づかされるようになり環境や健康に配慮して規制を満たすような自動車を作らないと自動車メーカーとしての未来もすっかり閉ざされてしまう可能性があると気づくようになったそれまで自動車メーカー各社は排ガスの改善のための努力を怠っていてノウハウがほとんどない状態だったので突然排気ガス中の有害物質を減らそうとしても 簡単なことではなく、米国の自動車メーカー各社は規制値を満たすことができそうもなく、逆に規制に反発するばかりだったが、日本の自動車メーカーは苦労しつつも、そういくふうを積み重ね、米国の新しい規制値をも満たすエンジンの開発に成功し、米国への輸出の急速な拡大に成功することになった。大規模な排気ガス規制が行われるようになって、 ようやく自動車の普及と人々の健康や環境保護が両立させられる可能性が出てきたわけで、まずは米国を見習う形で、各国で排気ガス規制法の制定が進んでいくことになった。自動車メーカーにとっては高いハードルとなった厳しい排ガス規制が登場したため、日本の自動車メーカーは技術力の高さや実行力や誠実さのようなものを 米国の人々に示すことができ、排気ガスが比較的クリーンなコンパクトカーを提供することで、日本車が米国をはじめとして、世界で高い認知を得て広まっていくことにつながった。代わりにガソリンを大量に燃やし空気を汚染し、人々の健康を害す米国のマッスルカーは衰退していった。アメリカ合衆国内においては1963年に成立した。 大気浄化法を根拠規定として、連邦政府が定める規制と一つ一つの州政府が独自に定める規制が存在する。中でも特にカリフォルニア州が終年の排ガス検査の義務付けを含めた特に厳しい規制を課していることで知られている。その他の49州は特に州による規制値の制定がない限りは、1968年に成立し、 原則として1994年以降に義務付けられたアメリカ合衆国環境保護庁の定める米連邦排出ガス規制による。米国では1996年以降駅の通信規格の OBD に規格への完全移行を達成、おおむねこの世代を境に規制基準値の強化が行われている。カリフォルニア州の規制は カリフォルニア州大気資源局により定められており、州知事命令により、具体的な適用者種や、モデルイヤーの範囲規制値などが決定される。カリフォルニア州、とりわけロサンゼルスは、盆地が多く大気の大流が起こりやすい地形、郊外住宅地を重視した高速道路網の整備と、それに付随した、地下鉄や鉄道等の公共交通機関の整備の、 遅れなどの都市計画上の問題に起因する、モータリゼーションの急速な発展などの自由から、全米50州でも特に大気汚染が深刻であったと、され、第二次世界大戦中の1943年には、早くも高価学スモッグの発生が記録されている。このスモッグは1952年に、自動車から排出される HC 及び NOX が原因であることが特定され、 1962年には、米国初の、排ガス規制である、クランクケースエミッション規制が、州法で規定、同州内で販売される車両への、PCV バルブ装着が義務付けられた。1965年からは、独自に排気ガスへの規制も始まり、1967年に、カーブが創立されて、以降は、米国のみならず、世界的にも、 非常に先進的な規制政策が実施された。そのため自動車メーカーはカリフォルニア州で販売される車種には新型のハイガス対策機器の搭載や触媒の連想化、エンジン自体の特殊な回収を盛り込んだカリフォルニア州仕様を設定しなければならないほどであった。現在でも米国内のハイガス対策機器の補修部品においては カリフォルニア州向けの専用品がラインナップされており、同州州知事命令のどの世代に適合しているかを示す表記が行われることが多い。前述の1994年全米規制地のモデルともなった1993年時点のカーブ規制地では、日本の昭和53年規制に匹敵する基準が課され、1990年以降段階的に、 制定されている各種の抵抗会社仕様においては、日曜の規制値を上回る、厳しい値が制定されることも珍しくなくなっている。カリフォルニア州以外では、テキサス州のテキサス鉄道委員会が、LPG エンジンのみを対象に、独自の規制値を定めている。これは、同州のがス電やパイプライン輸送開発などの、エネルギー産業に対する規制と密接に絡むもので、ある。 米連邦内では、石油危機器を契機に、1978年から、企業別燃費基準が、世界に先駆けて制定された。1975年前後の各社の排出ガス、対策は、キャブレターの予熱等の切り加工率向上、気迫燃焼や、バルブオーバーラップの増大等で燃焼室温度を、下げるエンジンの改良、排気再循環や二次空気導入装置などの、 後処理装置の追加などが主流で、高価な上に信頼性がまだ不十分であった還元、酸化などの二元触媒や三元触媒は、採用に二の足を踏むメーカーも存在した。1970年代当時は、触媒は、耐久性の課題から、定期交換を要するものとの認識や、法整備がされており、交換コストを下げるために廃棄関係上に合わせて、 成形固化されたモノリス式ではなく、粒状の触媒を排気管に詰め込み、触媒のみの定期交換を用意としたペレット式を採用することが多かった。しかし、ウールやヘチマ状の多孔質とする、あるいはハニカムレンコン様の穴を開ける等の手法が取れたモノリス式と異なり、ペレット式は浄化効率や排圧の面で難があり、何らかの要因で、 容器内のペレットの保持構造が破損した場合、排気口から車外にペレットが飛散する恐れがあった。しかし、触媒以前の従来型の排ガス対策、特にエンジンの改良は排ガス性能向上と燃費がトレードオフの関係になりやすかったため、カフェの制定以降は従来型の排ガス対策では浄化性能と燃費基準の両立が次第に難しくなり、 各メーカーは構造面や方向性における転換を迫られることとなった。その後、三元触媒の製造技術の向上により、排気効率や耐久性が確保され、必ずしも定期交換を要さなくなったことから、1980年代初頭より三元触媒に O2 センサーを組み合わせ、空年比測定による年長のフィードバック制御を電気的に行うことで、 浄化性能と出力性能、少年費のすべての要素を満足する三元、触媒方式が今日まで続く世界的なデファクトスタンダードとなった。2012年、バラク・オバマ政権下のアメリカ合衆国環境、保護庁は2022年から2025年型車までの基準について技術的な評価を行い、2025年の規制値を一画論。 あたり54.5マイルの燃費にするなどの基準を設定。カリフォルニア州など独自に厳しい規制を設定していた州も新たな連邦政府の基準に交流することとなった。2016年アメリカ合衆国大統領選挙で地球温暖化を否定するドナルド・トランプ政権が発足すると2018年8月には燃費基準の大幅な緩和方針を発表を。 緩和に反対するカリフォルニア州などと対立した。2019年9月、連邦政府はカリフォルニア州などに認めてきた独自環境規制の特例撤廃を発表。同州を含む23州は決定無効を求めて提訴した。カナダではカナダ環境省が規制を定めている。旧西ドイツ時代の1985年から独自の規制地を定めていた。 ドイツのような事例もあるが、今日のヨーロッパ諸国は原則としては、欧州連合が定める EU 圏内、統一排出ガス規制により、それぞれの国内法に適正値を制定している。EU の規制値はその世代により、ユーロ X の表記で区分が行われ、日本においては2ストローク機関搭載のオートバイも、規制対象となったユーロ3でにわかに注目が集まった。現在は、 EU 圏内では、ユーロ6が適用されており、中国をはじめとする新興国や発展途上国の多くも、ユーロ2やユーロ3等の世代の古い規格を順用している場合が多い。EU の2021年の燃費規制は、欧州で販売するメーカー平均で、総高 1km あたりの二酸化炭素排出量を 95g 以下に抑える必要がある。 三井物産戦略研究所によると、ガソリン車の燃費に直すと1リットルあたり24.4キロメートルとなる。1グラム超過するごとに販売1台あたり95ユーロの罰金を払わなければならない。2030年までに2021年目標比で CO2 排出量を新車の乗用車は37.5%、新車の小型商用車では31%。 削減することも決定している。2010年代の首都ニューデリーの空気質指数は、大気汚染で深刻なレベルとされてきた北京市より悪化した。このことから、インド政府は、2017年に BS4 規制を導入したほか、2020年からは BS6 規制を導入する。2018年には、BS6 適合車両向けの低用燃料の供給も始まった。 大気汚染防止法や、自動車 NOX、PM 法、都道府県によるディーゼル車規制条例などが含まれる。近年は、特に、ディーゼルエンジンから排出される、窒素酸化物、粒子状物質、硫黄酸化物の排出規制が厳しくなっている。この不死では、日本の法律用語における記載に倣って、自動車排出ガス規制とする。2018年現在、 日本国内で行われている自動車排出ガス規制の手法は単体規制、車種規制、運行規制と呼ばれる3種に対別される。一定の走行条件下で測定された排気ガス濃度が基準を満たしていない車両の新車登録をさせないことにより基準を満たす排ガス性能を持つ車両のみを製造、輸入、販売させる規制手法である。 新車登録時のみに適用され、中古車及び使用過程車には適用されない。競技の自動車排出ガス規制はこの手法による規制を指す。道路運送車両法、自動車排出ガスの量の許容限度に基づく、道路運送車両の保安基準による規制がこれに当たる。米国のマスキー法もこの手法をとる。単体規制における排出ガス濃度基準の詳細は、 以下の外部リンクを参照。一定の走行条件下で測定された、排気ガス濃度が基準を満たしていない車両の、新規登録、移転登録及び継続登録をさせないことにより、基準を満たさない車両を排除する規制手法である。中古車及び、使用過程車も、対象となるため、単体規制よりも、新車代替が促進される。自動車 NOX。 PM 法による規制がこれに当たる。車種、用途、燃料種、排ガス性能その他について、要件を定めて、車両の運行を制限し、排ガス性能の劣る車両の流入阻止や、渋滞緩和を図り、沿道の待機汚染を防止する規制手法である。首都圏、大阪府、兵庫県、愛知県で実施中のディーゼル車規制条例による、規制や、オゼ、乗りクラスカイライン。 上高地で自然保護のために行われるマイカー規制がこれに当たる。各規制ごとに識別記号があり、車両形式の前に配分を伴って付与される。排出ガス規制を受けない電気自動車や水素を燃料とする燃料、電池自動車にもそれぞれ専用の記号が新設された。詳細は以下の外部リンクを参照。以下のように段階的に実施されてきた。 年次ごとの排出ガス規制の詳細については以下で説明する。1973年以前日本における排出ガス規制は1963年に運輸省船舶技術研究所内に日本初の排気ガス測定装置を設置し、省内にて自動車排出ガス規制のための研究が開始されたことに橋を発する。 具体的な規制は1966年、ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の一酸化炭素濃度規制により開始された。これは、アイドリング、加速、低速、減速の4つの走行状態で、大上測定を行い、CO 濃度が3%以下となることを普通自動車、及び小型自動車の新車に対して義務付けたものである。当初は、 運輸省の行政指導という体裁であったが、1968年には、大気汚染防止法が成立したことで法的な根拠も確立され、同年の保安基準にて正式なものとなった。1969年からは、保安基準改正により、段階的に CO 濃度2.5%以下に規制が強化された。同時に使用過程者に対しては、 1967年より、整備事業者に対して排気ガス、対策点検整備要領が交付され、エアクリーナーの状態、キャブレターからの燃料漏れなど16項目の点検整備を励行することが、行政指導された。1970年からは、使用過程者に対する使用の度試験も開始され、 アイドリング検査で CO 濃度が5.5%以下からは4.5%以下になることが求められるようになった。当時、このような排出ガス規制を本格的に行っていた国家は大気浄化法のアメリカ合衆国と日本のみである。1970年、運輸技術審議会自動車部会において自動車排出ガス対策基本計画が策定され、 昭和48年50年の2段階での排出ガスの低減目標を設定。この時点では、東京都内の排出ガス総量を昭和50年において昭和38年相当量へ、昭和55年において昭和36年相当量への抑制を目標とすることを趣旨としていた。同時に、同年5月に、 東京都新宿区牛込柳町にて発覚した大気汚染による牛込柳町鉛中毒事件への対策のため段階的にあり鉛ガソリンを無塩化する方針も決定された。結果的に昭和53年規制以降の三原触媒の普及に当たり触媒の寿命を縮める要因の一つであるガソリン中の鉛が除去される道筋がつけられた。 そして1973年、新車及び、使用過程車に対する排位ガス試験項目が、炭化水素及び窒素酸化物にも拡大される形で、昭和48年排出ガス規制が成立。同時に、1970年大気浄化法改正法を、直接の下敷きにする形で、同法が目標としていた1975年式、以降の使用。 HC 及び1976年式以降の NOX は、それぞれ1970年式以前の CEO、HC 及び1971年式の NOX の少なくとも1、10以下に低減するという環境基準を、日本の排出ガス規制においても、正式に適用することが決定されたのである。1973年以後、ありがとうございます。